はい、じゃあ今度は、スタジオタイプですね。スタジオタイプ見ていきます。はい、32平米ぐらいですね。30平米ちょっとですかね。はい、こんな感じです。まあ、入ってここがね、まあ共用部分なんですけど、キッチンとね、ちょっとした、クッキングヒーターがあります。でこの辺はもうエレクトラックスの電子レンジ、冷蔵庫があります。これ姿見ですかね。でここに、おっと、なんかあの洗面が来るんですよね。ここの横に、洗面の横に、ベッドルームと、おっと思うんですけど、これロールカーテンで仕切れるようになってるんですよね。上からくる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 下ろして、ここを完璧にこう仕切るということができます。で特徴はシャワーブース、バスタブがありませんね。バスタブはないんですけども、シャワーブースとお手洗いがちゃんとセパレートになっています。ここはもう、こだわってらっしゃいますよね。はい、こんな感じです。あとはもうホテル仕様ですね。非常に綺麗です。で収納が、まあ、スタジオの場合はちょっとこう少なくなりがちなんですが、一応この横にこうへこんだこういうスペースがあってね、ここになんか置けるんだろうなというのと、ここはまあ広めの、はい、クローゼットでテレビがこうあって、この下にも、はい、これ引き出し型の、収納があります。でこの横は、はい、あの執務机があって、多分インターネットの口もちゃんとここにあるんでね、はい、問題ないと思います。でここがちょっとしたソファーですよと、はい、こんな感じですね。これが、一番狭いタイプ、一番狭い、スタジオタイプですね。はい、もう一つのタイプはこの梁がないタイプがちょっと広くなるんだと、これは梁があるタイプっていうふうにおっしゃってました。これがスタジオタイプ、ノボテルのスタジオタイプですね。